はい、どうもこんにちは、裏切りマンキーコングです。はい、というわけで本日はですね、こちら幕張イオンモールにあるカンドゥというカンドゥ場所に来ております。はい、何ですかカンドゥ。カンドゥってのは、はい、なんと仕事体験ができるテーマパークということで、例えばそのまあね、食品の仕事だったりとか、まあ、僕らがやってるこの YouTube に動画を上げるっていう仕事にしてる方もいますから、はい、そういう仕事を体験できちゃうっていう場所なんですよ。まあ、職業体験できる、まあ、テーマパークで、そうですね、楽しく体験できるということで、しかもここはですね、なんと予約を取っていろんなところ回れるんですよ。やっぱそう、行って混んでるからできないなとかあるじゃないですか、うん、そういうのもなくちゃんと予約して、じゃあこの時間からこの時間ここで、この時間からこの時間ここっていうふうにもう全部ギュウギュウにして、などん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 作っていくみたいな。ギュウギュウでやったらお腹減って動けなくなっちゃいますよ。食品の仕事って言ったでしょ、うん、食品の仕事体験で作った食べ物も食べれちゃいます。お得。というわけでちょっと体験していきましょうか。遊んでみましょう。メガネを作るとかってことですか。で、これちゃんとね、ジンズがこのスポンサードしてるんだよね。あー、すごい。だちゃんとその本当にある企業がそういうのをこうサポートしつつ、次は写真を撮る、うん、撮ってもらうもできるし、撮れるし、ファッションスクエア、おお、なるほど。モデル、モデル、モデル、はいはいはい、うん、いや、いろんなのあるね。これオープンしたら賑わいそうですね、ここで。しかもこうやって食べるものもいっぱいあるので、はい、座りながら食べて次どこ行くとかもできるし、いやもうこれ家族で来るとこね、うん、そう、家族で来れるテーマパーク、なるほどね、いいっすね。いや俺もな、子供いたらな行っておかしくない年齢だから俺ら2人ともいやもうね、同級生がもうみんな結婚して子供出てるなちょっと辛くなってくるな、うん、うん、おちおちねはい、ようこそガリバーチャレンジモール。私はここで案内人をしています。馬場です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、それではこれからリスナー様をとある伝説の世界へとご案内します。はい。新海さんですね。ガリバーキングダムにも報告がありまして、実はこの国、住民が自動車という車の王国だったんです。スタートです。いってらっしゃい。はい、それでは両手両足を使ってバランスよくまで登っていきましょう。え、これ骨盤ですよね。はい、そこ下から大丈夫ですよ。じゃ反対もお願いします。 OK、 あとは上のスイッチも頑張って登っていきましょう。 いい感じ。はい、それでは一緒にせーのって言ったら頑張れとみんなで応援してあげますよ。いきます、せーの、頑張れやばい、意外と余裕あるな。いや、俺やったことないから。あれ、これ、6つあるんですよね。上に、あともう2つ、 2つあるよ。いっていって、そう、ただね、あ、もう1個しますね。おまけ、おまけおまけで、ちょっと体の位置が減ってきますね。ちゃんとずつ上がっていきましょう。そうです、そうです。うわー、きつそう、そこ。そうです、そうです。あとちょっと、あ、でも、身長の利があるな、身長のオーケー、反対を押しますよ。あともう1個お願いします。おー、面白い、面白い、あー惜しかった押せてないよ。はい、というわけで、はい、僕ね、ボルダリング、うん、やりましたね、やったんだけども、うん、まあ、フージ君もせっかくだから、うん、なんかやりたいなと思うんだけども、ちょっといろいろ見てるんだけども、ね、なんかね、アイス作れたり、うん、ほんといろんなのがあるんだよ ね。ニュースキャスターになれたり、お、どうしよう、モノレール運転してるな。お、モノレール運転します。じゃあ、フジちゃんと帽子かぶって。あのね、ちょっとあと3サイズ上ないですか、これ。ないんですよ、大きいのが。それだけしかないので。あ、ちょっと待って。あ、あ、ポーズないっすね。ないっすね。すみません。あるフリしてないやつ。ジュリーみたいな感じでかぶります。ああ、おしゃれに塗ってよ。あ、すごい。こんな感じで。ドアを閉めてください。はい。はい、まずはですね、はい、ドアを閉める。白いボタンです。はい。あ、閉まってる。で、これ赤いランプなんですけど、これ車速灯って言います。聞いたら速灯三つと大きな声言っていきたいと思います。はい、一抜きます。せーの。速灯三つ。では、発車してください。この緑の線までぐるぐるっとレバーを通す。はいはい。おー、で、この大きいメーターなんです。
か、信号33を取ることになります。信号33ちなみに、坪としてもらえると乗られたことがあるわー、1回乗ったことあります、ね、はい、実際も信号44実際のはいはいはい、ブレーキをかけたら、はい、下にある緑のフットペダルっていうマフットペダルを2回鳴らしていきたいと思います。はい、完璧です。おー、 あ、それ、お手つき。あー、これだ、すいません、減点減点、あの、調子いいところ見つけちゃいます。じゃあ、レバーを握っていきます。はいはいはい、こっちのレバーですね、はい、こっちのレバーを白いシールの場所まで戻したいと思います。はい、今日乗ってるぞっていうのね。はいはい、白いボタンを押してください。はい、あ、降りてください。じゃあ行きます。即答目線の即答ミス。はい、では走っていきましょう。行きましょう。本当にあるかのような感じの、まあ、こんなちょっとなんか怖いですね、これ。そうですね、下こんな感じやってるんだね。いや、すごい精神力が必要だな、これ。すごい、お客様責任持っててもこんな感じになるんで。はい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 、そうですよね。止まってるぞって本当に。制限45完璧です。信号ない。はい、信号じゃない。ああ、信号、信号、信号じゃない。信号じゃない。では、ペットピザの2回読んでいきましょう。はい、完璧です。では、白いボタンをずっと動かす。いいじゃん。いやー、いい感じ。星3つです。星3つです。はい、うわぁ、やった。ちょっとじゃあこれ、誰誰長田長田。おぉ、じゃあこれ、あの、吉本の本社入るときに、本社入るときこれで入ろう。バレない、バレない、バレない。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。さあ、というわけで体験しちゃいましたけども、はい、どうでした？でも結構特殊なの体験したけど、俺らは。そうなんだよね、うん、なんかそのアイス作るだとか、なんかいろいろあったけど、たこ焼き焼くみたいなのもあったし、あったね、うん、でも僕らは、ボルダリングとモノレール、うん、ただね、もうお笑い芸人やってるんであんまりその特殊感では変わらない感じがするんだよね。そうだね。ボルダリング流行ってるよね、はいはい、いや流行ってる、いろんなとこあるもんね。なんかあの家の壁とかにあるよね、たまにマンションの壁とかにあってさ。いや、あれはあれは飾りじゃない。あ、インテリアだね、うん、あれやばいんじゃないかと思ったらと思うけども、まあね、ああいう風な特殊な仕事とかもたくさんあるので、はい、まあね、もうお笑いとかもなんならできるんじゃないですかね。あ、お笑い芸人が漫才やるみたいな、うん、そうそうそう、何言ってもドワーって言ってくれるマシンみたいなのがあって寂しい。で、いい気持ちができるとかあるかもしれないので、はい、ぜひともこちらの、幕張ミオンモールのカンドゥ、ね、チェックしてみてください。というわけでまたお会いしましょう。さよなら。